晴れの日を迎えたのは国語国文学科109人、英語英文学科60人、日本史学科64人、社会情報学科60人、健康栄養学科51人の合わせて344人です。式では艶やかな袴姿の卒業生一人一人の名前が呼ばれ、国語国文学科の上原加奈子さんら各学科の代表5人に渡辺春雄学長から卒業証書が手渡されました。また各学科の成績優秀者5人が表彰されたほか、健康栄養学科の片桐美希子さんに全国栄養士養成施設協会会長表彰が伝達されました。渡辺学長は、大学で学んだ知識や技術は大きな力となるはずです、勇気と自信を持って生き抜いてくださいと激励しました。在校生代表の国語国文学科の斉藤美智子さんが花向けの言葉を送ると、卒業生代表の英語英文学科の伊藤美香さんが、夢と希望を持ちひたむきに努力を惜しむことなく生きていきたいと決意を述べ、新たな一歩を踏み出しました。なお今月21日現在の就職内定率は 82.8% で、前の年と比べ 0.3% 下回っています。